どうも、新宿アボイ金京です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。はい、お願いします。お願いします。この間さ、はい、朝、土曜館で、うん、中学校の修学旅行生相手に、あ、はいはいはい、うん、漫才やってさ、はい、終わったのも朝10時半じゃん。うん、はい。で、今日、その日はそれで終わりだから、うん、どうしようかなと思ってスカイツリーまで歩いてったの。うん、はい。で、スカイツリーの中に入ってるショップでちょっと春の服でも買おうかなと思ってさ、うんうんうん、一応まあ何件か見てさ、うん、あ、いいなーなんて思ってチェックして、うん、その場では開かなくて、うん、終わった後、終わったって店出てベンチに座りながら、うん、ネットで買っちゃった服、うん、なるほどね。だいたい雰囲気見て、うん、こんな感じかっつってその場で買わず、お、同じものね。同じ、うん、同じ、まあ似たようなやつ、似たようなやつ、似たようなやつ、うん、他の店のね、今日着てたやつですね。今日着てたやつ。あ、はいはい。やっぱ思ったより全然違うなと思っちゃった。ああ、実際。いや、そう、まあ前も実際さ、うん、似たような話したけど。チェックして。そうなんだよ、ネットはね。色味はさ、色、うん、だいたいこういう色味のやつ欲しいなと思ってさ、うん、買ってさ、うん、まあもちろん店で買、ね、試着して買うのが一番いいんだけど、うん、店でなんか試着するのかなと思ってさ、うん、雰囲気だけ見て、はい、買ってきたら全然ちょっと色味違うなと。うん、でこれリバーシブルなの、今買ったやつが、はいはい、表面が全然気に入らなくてさ、うん、表面が本当は欲しくて買ったのに、うん、ちょっと全然思ってるのと違うなと思って着た感じが、うん、で今裏にして着てるもん。ああ、これは裏なんですね。裏にして着てる。なるほど、うん、いやー、そうなんですよね。それはね、本当ネットはね、一緒でしょと思っても微妙に違ったりするよね。違うんだ、なんだろうね、うん、本当にこんなその色味のやつを何個も持っててるし、うん、自分では似合うなと思う色味なのよ、うんうんうん、それが全然似合ってなかったのよ。うん、なんで別に裏にしてるからね。裏のやつは別にそんな嫌な感じじゃないから、うんうんうん、裏にしてきてるけど、うんうんうん、なんかそう想像とちょっと違うなって思っちゃってね。そもそも店行ったんだから店で買えようって話じゃない。値段はちょっと安いの、3000円ぐらい安かった。ネットの方は、ネットの方は。店で買うと、うん、あ、それで思い出したわ、うん、それでネットで買って注文した翌日に、うん、Amazon で同じやつが 10% セールで、あら、最悪だなと思って。あ、それ最悪だね。あ、それはもう全く同じやつ、全く同じお店のやつ、うん、同じお店のやつのやつが、俺はもうこうなるわ、こうなったわ。それ話しようと思ってた。思い出したよ、ね、もうこれさ、よくさ、はい、昔のあるあるでさ、レンタルビデオ借りたらさ、うん、その日の夜金曜ロードショーとかやってたってあるあるじゃん。今のあるある多分これだぞ、これ。ネットショップで、ネットで買い物したら、はい、翌日アマゾンで 10% セールになってるとかさ、うん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 、教えてくれよ、アマゾンセールするならって。いや、ほんとそうそう。いや、ネットで買ったとしても次の日セールだったりとかね。そうそうそう、そうなんだよ、それこの、うわーと思っちゃったわ、ね、ほんとに。まあ、10% だから、うん、まあまあ、そのね、1000円ちょい、1500円ぐらいなんだけど。いやいや、それでもでかいですから、うん、いや、そうだ、それを思い出したんだ、俺。そう、それだから余計うわっと思ってんだよ。余計うわ。店で買ってりゃなんてことなかったね。そうだね。うん、それをアマゾンのやつも全くお店と同じやつなんでしょ。同じやつだ。その、うん、俺はそのショップのオンラインストアで買ったんだけど、アマゾンで見るとアマゾンがセールで、そこのショップのうん、同じやつみたいなやつ。なんだったらアマゾンで買えばよかったな。そうだね。あ、でも結構、あ、これと思った時にネットだったらいくらだろうって調べる時あるかも。アマゾンだったらいくらかなとか、そうそうそう、ストーブとか、うん、うん、なんか赤外線みたいなやつ、ハロゲンヒーターみたいなやつ、はいはいはい、そうそうそう、同じやつってネットだったらいくらかな、そのままさ、うん、それを込みでそっちの方が安かったら楽だし、うんうんうん、そうね。あと俺も今テレビ見ててさ、うん、ネットでいくらとか確認してさ、はい、うん、店舗行くとさ、まあやっぱ店舗の方が高いんだけど、うん、
店舗だとポイントとかつくし、ああ確かにね、なんかそういうの考えたらどっちがいいんだろうってね、うん、思う。そうなんだよね、ポイントとかつくんだよね。うん、だからそうね、やっぱりでもまあちょっと高級なやつだと一回見ときたいよな、目でっていうのもあるし、ちょっと高い買い物の時は見たいね。うん、結構高いんでしょ、おそらく。いや、そんな別に高くないですよ。あ、そう、まあ、だいたいバレちゃうんだよね、さっき 10% オフで1500円ぐらいかな。そうか、大体値段バレちゃう。 10% オフで1500円上達すると。なるほどね。うん、似たようなのもう一個持ってるよね。それがちょっと穴開いちゃって。ああ、そうなの。結構そんな来た、もう 4,5 年来てる。あ、そんな来てたっけあれ。そうそうそう、 4,5 年来てて結構ボロボロになってきたから。なんだっけ、あのメーカーフレットペリーね。あ、フレットペリー、あ、そう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 、うん、あれだって結構いい値段する。いい、あれ結構したよ。だってそれこそさ、まあ 4,5 年ぐらい前かな、うん、スカイツリーのさ、食べ物屋さんでさ、落語を見せながらやるっていうのあったじゃん、うん、で、うちは漫才だね、1週間、うん、ね、うん、でその最終日に、いや最終日だったかな、初日だったかな、ギャラもらって、うんうんうん、その足でスカイツリーを買ったやつ。じゃあ両方ともちょっとスカイツリーつながりの服なんですね。そうそう、だから最初そもそもフレッドペリーで買おうかなと思ったんだけど、なんかちょっと欲しい感じのがなくて。はいはい、そうそう、うんうん、そうなの。なるほどね。そうそうそう、で、またその日もその日に現金もらってるから、うん、あ、そうか、同じパターンで買おうと思って。また同じパターンで、ね、また同じパターンで買おうと思って言ったけど、現物があるからね。現物あるから、現金がね、現金あるから、まあ、全然フレッドペリーで買った時よりは安いやつ、ね、安いやつ、ね、服な、そうなんだよ、もうホテルとかもそうなんだけどさ、うん、早めに取った方がいいなと思って、取って早めの方が安いなと思って、そしたらさ、まあ、結構何ヶ月か前に取ってたとしてさ、だからなんか 2,3 週間後にセールとかってさ、うん、あの1000円引きクーポンとか出ちゃったら、あ、しました、まあまあその払っちゃってたらね、うん、そうじゃない場合は一回キャンセルして新しくそっちで取り直してとかね、うん、そのパターンできたのかな、キャンセルできたのかな、一回。あ、もしかしたらできたかもよ、うん、できたかな、うん、そこでポチってから発送が 4,5 日後だったのよ。あ、できたかな、もしかしたらできたかも、タイミングによってはね、うん、はあ、まあそういうのも、そうね、便利な分ね、便利な分ね、うん、そういうことありますよ、はい、はい、まあ、ね、そんな話です、はい、ありがとうございました。